筒子和田堀給水所は東京都世田谷区大原にある東京都水道局の給水所。和田堀の名称は1889年に成立したこの地の和田堀内村にちなむ。東京市の最初期の水道事業で、この地に玉川上水から淀橋浄上水場への送水路が通されていた12月1日。1912年9月に、 東京市の水道拡張事業が認可され、翌大正2年から事業が着工。1924年3月30日に、羽村、村山線道水路、村山城貯水池、村山下貯水池園庭の下半分、堺浄水場、堺和田堀線総水管及び導水路の一部と、共に和田堀浄水池として完成した。この時堺浄水場とつなぐ直線の道水路を、 後に補強し車両の通行ができるようにしたものが、現在の井の頭通りである。その後の水道拡張事業により、現在は東村山浄水場、境浄水場、三里浄水場からの送水を、世田谷区、渋谷区、目黒区、港区に排水している。所内には2つの排水池が置かれている。2つの排水池の有効容量は、合計6万立方メートルである。 書内には貯水池保護のため、森土と植樹がされており、年に2回、桜とツツジが咲く頃に、一般公開されている。見られる種類は、大紫ツ,ツジ、紅切ツ,ツジ、平戸ツツジ、さつき、クルメツ,ツジなどがある。2014年で公開を中止し、老朽化した設備の解体と、現在と新と結ぶために給水所北側を、 迂回するように延伸されている井の頭通りの直線化工事が行われることとなった。ありがとうございます。